エビタンは日本の福島県が福島県の鳥であるキビタキをモチーフとして作成したマスコットキャラクターである。主に県の PR 活動に起用されている。1995年の第50回国民体育大会の際に登場。国体会最中に選手や県民から愛され、その後も福島県のキャラクターとして名を止めた。 キビタンの半径を保有していた電通から大会終了後に記念として福島県へ無償提供され現在は福島県が半径を保有しているもともと国体のマスコットであったため真っ白なスポーツシューズを履いたデザインとなっている2001年に開催された美島未来博ではキビタンのデザインが変更され半ズボンを履くようになったさらにキビママ、キビー キビマルが加わり4人家族となった。2002年の美島年リンピック2002でも使われ、現在は福島県の地産地消シンボルマークとして使われている。2010年では AC ジャパンの地域キャンペーン、ホコロを、ふるさとの元気、東北で福島県代表に起用した。2011年の東日本大震災以降は福島県復興シンボルキャラクターとして起用。 福島から始めよう。キビタンの文字の入った白いタスキをかけている。福島県庁本庁舎の知事室には椅子に腰掛けた大きなキビタンがいる。以下観光施設で福島県各所の工芸品、名家、地酒などと一緒にキビタングッズも販売。ありがとうございます。